はい、よろしくお願いします。今日は、ラリーが第2節になりますかね。マジョルカのホーム戦ですね。エスパニョルとの対戦となります。竹澤スタメン出場、やったねー。はーい、こちらの試合を同時視聴していきたいと思います。よろしくお願いします。 BGM マイクの音量、それぞれね、いかがでしょうか。何か聞き苦しいことありましたらお伝えいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。という感じですね。はい、うん、ちょっと昨晩になるのかな、数時間前ですね。3時間前ぐらいになるんですかね。めちゃめちゃにお酒飲みましたんで、だいぶ。まあでもね、3時間ありゃ酔いは覚めるという感じですね。桜子さんだったら、はい。くらいの酒量だったっていう感じですね。めっちゃ飲みましたけど、そこそこだいぶ酔っ払いましたけどね。はい。そのお酒を多少引きずりつつっていう感じですね。よく起きれました。よく起きれましたね。桜子さん、すごいですね。我ながらすごいですね、やっぱ。よく起きた。なんか目覚ましは、まあ、アラームは一応どこかしらにはかけてたんですけど。さあ、キックオフ。アラーム全然関係なく、30分前に目覚めましたね。さあ、キックオフ。止まってねー、しょー、こう、オッケー、画面が出ました。こんばんはー。おはまるになるのかな、こんまるになるのかな。微妙な時間ですね。3時キックオフ。村はてなさん、うさいめめりさん、デイビッドさん、ファーリーメイさん、Have you heard? ロナルド to United PTH さん、 PT ヒーローさんかな。いやー、そう、なんかおかえりロナウドってツイートしてましたね。もうさっき、ほんと30分前ぐらい。ゴーラクさん、トットさん、カメポンさん、伊田智樹さん、ダッチさん、ノーブルさん、ぬれせんべいさん、レクイエム課長さん、かきぺいさん、ドリルーさん、キットさん、勉強頑張るさん、クラレッタさん、タイピさん、ノーキューさん、ビクター、はーい、ホリシーさん、おはよう、すごい、この時間、起きてらっしゃる。はい、よろしくお願いします。こんまるー。確かに胸サポあるねー。あ、開始ツイート大丈夫ですか。ほんとやー、ツイートせねばー。今からツイートします。ちょっとね、試合は始まっ、あー、いや、いいんじゃん、いいんじゃん、フー、試合始まってるんですけど、始めましたよというツイートするので、ちょっと拡散の方ね、ご協力よろしくお願いします。今見てる方100人ぐらいいらっしゃる、ありがとうございます。今から始めます。開始にしよう。開始。開始、拡散お願いしますというツイートをしておりますので、ぜひこちらね、リツイートの方よろしくお願いします。うん。もちろん、いつもね、お伝えしてますより、画面の下のところのね、矢印マークの、うい、顔面、竹谷さん、顔面、大丈夫ですかつって言われてますね。大丈夫、竹、大丈夫って言われてる。シェアとかね、共有のボタンから、
拡散していただくのももちろん嬉しいので、そちらからもよろしくお願いします。どちらからでも大丈夫です。シェアしていただいたり、リツイートしていただいたり、よろしくお願いいたします。日本企業のタイカっていうプニプニしたシャーペンとかを作ってる企業がスポンサーになったみたいです。マジで？シャーペン買うしかないな、それは。タイカさんですね。え、タイカさんのシャーペン持ってないのね、きっと桜子は。まあ、文房具ね、あんま持ってないので。そうなんだ。やっぱり日本の企業さんが胸スポになったということですね。嬉しい限りでございます。イグアインがね、来てくれたらね、韓国スポンサーさんもつくかもしれないですから、そちらもね、楽しみですね。まあ、来るのかどうかまだわかんないけどね。エスパニョールの監督、マジョルカの前の監督、その通りですね。そう。だから、マジョルカダービーになりますね。楽しみでございます。あ、ユニシャーペンは持ってるたかも。今は持ってないかもしれないけど、もちろん持ってた過去がありますね。ユニシャーペンは。え、持ってないかな、今。これはユニじゃないか。ユニとかだからユニもあるって感じだよね。え？タイカ？タイカ？うわー、タイカのがないのかな。そんなにやっぱシャーペン持ってないからないのか。え、買いましょう。キャッ！マジョルカモデルとか出してくれないのかな。マジョルカモデルあったらちょっと欲しいよね。442なのかな？マジョルカコラボのシャーペンとか出るのかねえ、ショゴさん出るかな？欲しいよね、マジョルカモデル。胸サポのこと、竹チューバーであったり。あ、そうなんだ、竹チューバー。こんばんは、おはようかな、どちらでも。桜子はちょっともう、試合終わったら一旦、もう一回眠りますね。お昼に仕事が、魂ちゃんがあるので、ちょっと体を健康な状態でお返ししないといけないので、もう一回睡眠を取らないといけないかなという感じですね。さあ、スローインから、エスパニョル書き出しまして、そのボール、まだ、マジョルか。待って、中3枚、竹夫さんもいる。深いところからマイナスのボールは、これはもうまだマジョルカかな。いいよ。あー、なるほどね、シュート。さあ、キーパーキャッチして、ニーニョのシュートでしたね。右足シュート、ちょっと滑りながら。マジョルカ公式でようこそタイカ様動画があった。あ、そうなんだ。みんな、これで勉強しますみたいな。文房具使いますみたいな動画かな。折れない心と写真。竹房モデル欲しいね。ラゴーの顔が印刷されたシャーペンだった顔。マジョルカモデル、まあ、赤いかもね。竹内さん右の442。竹内さん、この表記ではトップ下になってるけど。どうかな？右にいる？今。自転車のスポンサーさんね、そう。もうまだいるんだっけ？
週末にあるセルティック対レンジャーズのダービー戦、ダゾーンが急遽権利買ってくれて放送してくれ、あ、ほんと古橋見ようか、それ見たいね。結構まあ歴史深いダービーでもあるし、最近はね、そのライバル関係で古橋の活躍もあり、ちょっとね、うわー、逆サイドからのクロス、竹さんヘッドで合わせていきましたが、これは枠の外になりました。最近ね、古橋の活躍もあり、ライバルのレンジャーズさんからね、ちょっと因縁がありますけど、試合ね、見れなくなっちゃったサポーターさんもいますから、そのちょっとした話題で、それを経てのダービーじゃないのか、ダービーか、街のダービーでだね、そうになりますかね。ちょっとね、世界中が結構、世界中規模で言うと言い過ぎかな、まあ現地と日本は注目している試合にはなりますよね。古橋負傷で出れるか分かんないけど、あ、そうなの、古橋怪我してるんだ。うわー、いいよ、ダニロドリゲスから後ろがムブラ君かな、あれ倒されたけどファールなしで、でセミジョイタンがファール取られたのかな、これはエスパニョルボール。うわー、めちゃめちゃビッグチャンスでしたね。素晴らしい、そのなんかキワキワのところの守備。うん、ヘディングね、竹様やっぱヘディングあんまり本人もやらないけど、もちろんね、体中全部利き足のように使えることに越したことないだろうからね。え、打撲、そうなんだ。アルファーゲルの会社、アルファーゲル、ムブラ君今日左やってますね。竹下右で、今見た感じだとダニロドリゲスがおそらくトップし、いや左かな、竹内さん右にいますね、今日は。ムブラ君とダニロドリゲスが中央と左を行き来してるのかな。ムブラ君が今トップ下にいる、今。入れ替わってるのかな。まあ、2列目は、流動的に入れ替わってるのかもしれないし、あ、抜け出してムブラ君。ニーニョね、ニーニョ。ニーニョ、ダニロドリゲス。ダニロドリゲスがトップ下なのかな。ムブラ君左で、竹内さん右かな。はい、ルッソ運んで、ルッソね、ルッソ知らんな。前回のガルシア監督が久保にはゴールにもう少し野心的でなければいけないって言って、あ、そうなんだ。ニーニョの抜け出しうまい。うわー、ニーニョトップ、ワントップめっちゃ合ってるのでは。さあ12分となりました。前半の10分経過しました。0対0、得点のカホリしてきた、カホリかぐわう得点のカホリ。なーめてやめて、ママナイス、久保くん、おととしのボスの前で成長の証ゴール見せる、うん、ね、まあでも竹下以上にさ、あの竹下以外のマジョルカのメンバーがの方が、なんだろうね、関係は深いのだろうからね、そこ見せてほしいですね。竹内さんももちろん1年間ね、一緒に戦った監督だけど、
もっと長くやってるメンバーもいるだろうからね。なんか、いい試合になるといいですよね。まあ、マジョルカのサポーターさんたちもなんか湧いてるから、なんか、結構、会場で少ないながら。竹内さん。ニーニョ戻して、おーなんか、まあ、そういう、気持ちが乗った試合にはなってそうですね。フィジカルモンスターババ。おととしのマジョルカと比べてレベルが上がって、そうだね。全然なんか違うサッカー。違うサッカーでもないか分からんけど。ねえ、そう、なんか。応援する部分が違うというか、もう一昨年はね、本当パスつながってよかったみたいな、ボール運べたやったっていう、頑張れボールロストしないように頑張れみたいな応援だったけど、もう今はね、ボールつないでができるから、竹内さんにもいっぱいねパス来るし、うん。全然違いますね。さあ、前半の15分間もなくというところですかね。0対0と。ババの成長。ね。連携はこれから、どんどん良くなるね。きっとね。ニーニョ、ムブラ、クボのオフェンス補強が効いていると。ビルドアップが段違い。前のマジョルカはパスが3連続つながらないってマドリファンが切れてた。そう、パスね、なかなかつながらなかったけど、今つながりますからね。ダニが持ちすぎ、あ、ほんと？いたたた、キープするよう言われてるのかな。はあ、この試合終わったら、まあ3時だから、現地は8時間前だと5時35。うわ、いいよ、ダニー・ロドリゲスからムブラ君シュート、キーパー弾いて、うん、クリア。ニーニョか、最後ね、またニーニョのシュートでしたけどね。おいおいおい。8時間前ってな、ウィーイ、シュートをレイナさん弾いて、もう一度。セカンドボールは大きく枠の外と。外からシュートの、もうね、いい軌道でしたが。はぁ、今のもったいなかった。ちょっと待って、今の8時間前が何時なのかちょっと考えてますが、3、11、19、8、7、7、7時、夜の7時なのか。めっちゃ明るくない？多分スペイン夜の7時。とかってことでね、3時キックオフは7時キックオフ、めっちゃ明るくない？全然昼やん。
午後19時はさ、結構夜かなって思ってたけど、めっちゃ明るいね。試合終わったら、18、9、まあ、一泊して明日移動って感じなのかな。ニーニョ、ゴール意識高いのはいいけど、安直すぎる。まあ、確かにね、あの、シュートコース読まれ、安いシュートの仕方はしてますね。おい、イエローカード？ありゃまあ。まだね、あそこでパスをせん、あそこで、うん。まあ、シュートの時にパスを選択できたり、イレギュラーなシュートコースとか選べれたら、ゴールに近づくかもしれないです。確かにイエロー。ね、シュートを打ったらなんかは、まあ、入るかもしれないし、打たないよりかは絶対いいと思うし、こぼれたボールもね、いい位置こぼれてきたら他の人がシュート打てるかもしれないしね。シュート打つのは、シュートというパスを放つのは全然ありだと思いますね。さあ、エスパニョールのフリーキックでしたが、これは直接狙っ、まあ、タイミング合わせて打っていったボールですが、レイナさんがキャッチ。ムブラひどい。え、桜くん、ムブラくんめっちゃ好きなんだけど、今日はなんかあんまりボール触ってないな。ニーニョもいいけど、アンヘルも見たい。確かに。ニーニョ何回見ても二十歳に見えない。竹内さんと同いってことですか？ニーニョくん。ニーニョ二十歳なの？おない？マジで？おないうめり？おないうめり？いやー、めっちゃいい！あうわー、アシスト未遂だ、今もう。完璧やったね。竹房ドリブルで、ラストパス。ニーニョくん！すごいですね、ノールックスルーパス。ノールックでもないか。素晴らしいスルーパスだったね、今。いいパスだったね。アシストミスだった。視野が別格。シュートまでは完璧。ねえ、見てなかったよね。出す方向は。素晴らしかった。素晴らしかったな。楽しそうにやってんな、竹房。いいな。90分やらせてもらえたらね、もっといいけどね。久保のパスは俺が打つ。アブドン、うど、動きます。アブドン、アブドンは、後半ね、出てくるかもしれないですね。アブドン、でも前回ね、前節ね、スタメンだったと思うんですけど、今日はお休みって感じかな。スポンサーね、マジョルカモデル出たら、みんな買おうな。竹房モデル出たら。竹房モデルが出んのかな？出すよな。桜子やったら出すもんな。わ、ダニこれかわいい。マジョルカのベンチかわいい。17、17の数字が入ったマジョルカモデルのシャーペン出たら買おうな。お母さんみたいな。うん。知ってる選手多いとコンビネーションいい。自分が知ってるっていうのも強いし、知ってもらえてるっていうのがだいぶ大きいですね。日本人選手が、リーガでやる
時にね、経験、あー、はいはいはい、代表戦とか別にね、アジアの小国の代表戦とかリーガの選手見てないだろうから、リーガでっていうか、まあヨーロッパでどれぐらい経験積めるかがすごい大事なんだなーっていうのは感じますね。ヨーロッパで、お、大丈夫か、そう、あの、まあ別のリーグだったとしても、別のリーグでもヨーロッパで活躍すれば名前が知ってもらえるから、ワールドカップとかクラスの世界大会出ないと、やっぱね、アジア大会ぐらいに代表として出ても見てないですからね、おそらく。ヨーロッパの人は、スペインの人は。だからヨーロッパの試合で活躍しないと知ってもらえないんだなっていうのは思いますね。竹内さんも、スペイン渡って3年目だね。3年かかったって感じだね。そう、イムイとか、おかちゃんとか、やっぱ、どこのチーム新しく入っても、使ってもらうまでに時間が、まあ、かかるよな。かかるはかかるもんな。けど、しっかりパス来るのとかは、選手が知ってくれてるからなのかしらね。久保君にはブルーノ・フェルナンデスのようになってほしい。うわー、高まんねー。ブルーノ・フェルナンデス、日本人でも目指す選手としては素晴らしいと思うよね。ヨーロッパの知名度どんぐらいだろうね。誰レベルとかって言うとしっくりくんのかな。誰レベルだろうね、ヨーロッパの知名度。さ、パスカット、うわー、インターセプトして、マジルカボール、後ろから上がる、危ないとこですね。ちょっとゴール前でちょっとバタつきましたね。ゴール裏のマジョルカサポーターもだいぶ沸きましたな今。スペインの知名度ってどんぐらいなんだろうね、竹内さんね。ちょっと日本にいると、久保竹内さんの知名度ってもう、振り切ってるから、スペインでの知名度っていうのはわかんないけど、誰ぐらいなんだろうね。いいよ、ミニオ、わーたー、やーから中入れて、で一回ね、ニーニョくんキープして出した、ニーニョくんキープして、あ、なるほどね。ニーニョくんがトラップしたボールをエスパニョールのディフェンダーがクリアした先にダニ・ロドリゲスがいて、左足シュートか。素晴らしかったね。素晴らしい、ナイスゴール。竹内さんは特にゴールには直接絡んでないです。まあまあ、その竹内さんがパスカットしたのとかから流れが来てるっちゃ来てるかな。絡んでなかったね。解説でなんか
竹下起点的な雰囲気ありましたけど、まあ起点っちゃ起点かな。うん、マジョルカいいね。今年のマジ監督と相性もいいんでしょうね。エスパニョールの監督は昨シーズンのマジョルカの監督。そうなんですよ、マジョルカダービーですね。嬉しいよね。前のねマジョルカの監督もその、まあ、竹下がマジョルカいた時代の監督だからお世話になりましたし、そんなに悪い監督じゃないのかな。降格はしちゃったけどね。ルイス・ガルシアのガッツポーズ。さあ、まもなく前半戦のハンドだったのかな ?30 分というところですけども、1対0、マジョルカの先制点で。1対0となっております。いいね、いいね。昨シーズンじゃなくて2シーズン前。まあ、昨シーズンはじゃあもう違う監督、今の監督ってことか？違う監督、その、ラリーが一部に引き上げたのは今の監督ってことかも？一昨年ね。降格しては変わっちゃったのね、きっと。降格してエスパニョール行ったってことなのかも？いいよ、竹下さん、ボール奪って、さあ、移動チェンジ。さあ、これは、エスパニョールボール。その前にイエローカード、なんだ、カメラが昔と逆になってる。一昨年は選手ベンチが奥にあった。ああ確かにカメラの位置が変わってんのかな？そのベンチの位置は変わらへんか。ね、なんか前半終わって帰っていくとき帰っていくときわざわざね、みんなピッチ横断して奥に帰っていってた。あれってマジョルカのホームだったっけ？でしたけど、マジョルカもスタジアムいくつかあるんだよね。で、今日やってるところは多分メインスタジアムで大きいところ、ちょっと改修してたんだっけ？一昨年やってた時とかは、こういうのもう一個ちっちゃいところとかでやってることが多かったんかな。まあ、いいよ。そうですね、竹内さん、スタメンですね。うい。いや、しっかりカッキ出してこう、危ない。いいよ。危ないねー。危ないねー。うわー、クリア、クリア。クリアした。あースローイン。久保くん代表にね、嬉しいね。代表戦も一緒に見よう。ババア移籍するレベル。マジョルカ守備怖い見る人によってね、印象は全然違うっていうのがよくわかりますね。ババ上手くなってる。ね、嬉しいね。
いつも何かしら倒されて痛がっているところをよく見てたババが。信頼されてるの感じられる。うんね、いいパス来るのも嬉しいよね。モレノ監督の胸中やいかに、うわあんまと分かる、分かんけど、あんま何も思ってはれんじゃないかな。海外やったね、その、ま、チーム変わるのもよくあると思うし、モレノ監督ももうめちゃめちゃマジョルカ長年率いてみたいな感じじゃないか。お互い、お互い、うん、分かんけど、まあ、一部でプレイできてよかったねっていう。多分今エスパニョールが勝ってもろた方が嬉しいやろうかな。アトレティコの噂だ。そうなんや。調子がいうちに点取りね、点取れ、まだまだね取れそうな感じもしますからね。見れてないんですが、久保くんどうですか？パス回ってくる、パス回ってくる、くるくる。うわー、ナイスゴール。うわー、ないな、いやあ。さあ、前半の35分経過しまして、1対0、ダニ・ロドリゲスの得点でマジョルカ先制と。見てるのかな？区長見てないんじゃない？見て、まあ、見ててくれたら嬉しいけど、見てないんじゃないか。あんまりもうマジョルカ、特別別に区長もマジョルカに思い入れあるわけじゃない。もう竹久と仲良しやろうけど。うん、ファールですか？カード出る！あら、イエローコレクター、久保竹久。今日もイエローカードを召喚する。あ、竹内にイエローあら、竹内にイエローカード、珍しい。竹内イエローカードもらっちゃいましたね今。あっ、これはあかん。思いっきり足踏んでるやん。完全なるイエローカード。大丈夫だった？すいません、うちの子が。すいません、大丈夫でしたか？左足踏んじゃいましたよね。大丈夫でしたか？本当にもうすいません。区長はね、もう区長で自分のチームと自分のことを、まあ、大事でしょうから、まあラリーガの他の試合見てるかもしれないけど、リアルタイムとかでは見てないんじゃないかな。どうだろうね。意外が来るみたいな話ね、出てますよね。久保くんもっとガンガンシュート打てば入る。うん、竹内がね、そのゴールすることを一番の、一番に考えてたら、多分パスじゃなくてシュート選択する機会が増えると思うんでね。ま、彼が何を重視しているかによりますよね。アシストとか、チャンスメイクを作りたいと思っているんだったら、まあ、ゴールというか、まあ、シュートは、
選択しない機会もあるのかなという感じですね。フリーキックですね、エスパニョル。よいしょ。あ、直接レイナさん弾いて、危ないな。うん、正面に弾いてもう一度跳ね返ってきてゴール枠内でしたけれども、そちらをキャッチ。ナイスナイスキー。今年はスタメン多いだろうから、そのうち累積で出られない試合も出てくる。うわー、今までね、まあ、あのカードもらわないタイプの選手でしたし、まあこれからもそう、ラリーガでありながらカードはあんまもらわない人だと思うけどね。累積で出られないなんてことが来るのかしらね、竹内さんに。攻撃する機会が増えたら点に絡むプレー増え、うん。黄色信号で飛び出してお母さん叱る。こら危ないでしょ、しっかり信号見なさい。あー、積極的に守備するようになったからカードも増えるかもね。こんばんは。あ、ジョーさんだ。はーい、ありがとう。じゃあこんな時間まで起きてらっしゃるのね。久保くんカードもらってるから後半何分に変えてる。そうだね、カードもらっちゃったから交代もね、おそらく交代は考えられてただろうと思うけど、もしかしたら早まっちゃうかもしんないね。ラリーが5枚で出場停止、何枚だったか、5枚ももらっていいんだったっけ。久保が累積で出られない、やばいってなったら信頼されてるかなって。それはそれ、うん、守備頑張ってんなーって思えるしね。ババアババ大丈夫ですか。お顔ね、お顔痛いから、うん。さあ41分となりました。前半戦残り4分とアディショナルタイムですね。竹内さん、ボールを弾かれて ライン割りまして、スローインと。ちょっとね、流れね。さあ41分半、マジョルカは、マジョルカもこの 1-0 で折り返そうっていう感じですかね。ちょっと、ゆったりとパスを回しております。ディフェンス陣で。うん。えで。いいよ、ダニドリで、ロドリゲスから竹内さん、竹内さん、シュートー、いやー、いいシュート、左足、ゴールの左は、左隅でしたけども、キーパーね、弾くのも上、ナイスキーだねー。うーん。選手いないところに上手に弾いてますね。素晴らしい。さあ、それがタッチ終わりまして、左サイドからのスローインに変わります、マジョルカ。よいしょ。おはよう。枠内だったね。拍手しての新鮮ね。お客さんいるのもね、なんか新鮮だよね、ラリーが見てて。いいシュートでした。
スペインの夏は夜9時ぐらいまで明るいから見やすい。ねえ、なんか7時キックオフにしてはもうデイゲームみたいな明るさでした。まあ、さすがにね、前半の終わり間際になって夜にはなってきてますけど。この振りでこんなパンチあるねえ、本当に。久保ゾーン、久保ゾーン。さあ、コーナーキックですね。コーナー、2本目なのか。左サイドからショートコーナー。うわー、いいよいいよ、竹が。あー、もう折り返して。うん。オイタンから、オリバン通って竹久でしたね。もう一度、オイタン。逆、クロス？あー。よかったけどねよかったんだけどね。シュートまでは持っていけなかったね。ブディミル毎試合カードもらってた。そうだね、思えばね。まあ、あの頃のマジョルカ結構カードも多かったですけど、今と比べたら。オイタンのパスセンス。いいよいいよ。さあ、今度は右サイドからのスローインでしたけども、竹下キープして、ボールを外に出されて、もう一度スローイン、マジルカボール。しっかりスタメンで確立されてるのがめっちゃ安心感あっていいよね。2点目あるよ。さあ、間もなく45分。なんだ、なんか笛。やり直し。スローインの位置が違ったのかな？なんだ？笛。アディショナルタイムは1分ですね。さあ、45分経過しまして、前半戦残り1分。今ね、その右サイド、マジョルカ右サイドのタッチライン際でボールが出たり入ったり、出たりしてね、スローインで。試合が再開してますけども、これがエスパニョールボールになって、の前に選手同士の接触があって、エスパニョールの選手が倒れてますね。大丈夫かな？痛そうにしてますけど。あ、上から乗られちゃったね。ちょっと痛いね。ムブラ君が乗っちゃったかな？あったあったあった。肋骨を押さえてますね。脇腹。脇腹？お、ん？左おっぱいかな？肋骨痛そうにしてますね。さあ、その1分、アディショナルタイムの1分が間もなく。よいしょ。ゴールキックで、ここでホイッスルかな？なんだ、なんか、ふんわり終わったな。さあ、というわけで前半戦が終了しました。1対0。まあ、起点になったとは言えないけど、ゴールには全く絡んでないけど、まあ攻撃のチャンスの起点にはなったのかな。ボール、竹下がボール奪ったところから始まってる流れだったのかなっていう1点目でございました。マジョルカ素晴らしい、ナイス。1対0。このまま終われば勝ち点3。まだ暫定1位では。2年前とのギャップだけでもマジョルカ、ほんとそれよな。WCUP の A 代表でも竹久くんめっちゃ期待できますね。ワールドカップか。うん。期待できますね。ちょっとカードもらっちゃったのでね、もしかしたらいつもよりか交代の時間早くなるかもしれないね。ハートのパフォしてる横から胸でタックルして、ははドゥンドゥンってきてる。そう、ムブラ君、ゴリゴリもいけるし、ゴリゴリもいけるけど、なんか、あ、俊敏さもあるし、
足早いし、いいよね。カメラの枠内から弾弾き出そうとしてた。流れ来てる時にもう一点欲しかった。なるほどね。後半両チームがどう修正するか。ああね、強いね、マジルくんね。ツイッターでみんながマジルくん見てた。嬉しいね。嬉しいね。監督が分かってくれていると。自陣でボール取られて相手の決定機になった。久保いいね、いいね。ほんとだよね。このリーグ始まっての初動の動き出しがすごいいいから、マジョルカ2部から上がってきたチームとは思えない調子の良さ。今日のアブドンは今日はまだお休みなんですね。マジョルカのこと全然知らないから教えてほしいんですけど、マジョルカってどんなチームなの？まあ、桜子も昨シーズンのマジョルカを見てないのでわからないんですけど、コメントで聞く限りでは、ボールを、まあ、持ちつつ、ボールを支配しつつ、パスを回してチャンスを作るチームに変わったそうですね。2年前はそうではなかったけどね。タケのカットインシュートは直線軌道だけじゃなくて、メッシがよく打つみたいに外から巻いてくるシュートを打てるともっと得点できると思う。なるほど。確かにタケウサシュートまっすぐストーンって飛ぶやつが多いかな、打ってるの。フリーキックとかだったら違うキックしてるかな。勝っても負けても分けても負けてもなんかなーって感じる試合試合が多かった。うん。ラゴジュニキが今日はまだ出てないです。ラゴジュニキはね、最近っていうか、まあ2年前も途中ぐらいからずっとそうやったかな。途中から出てきて、疲れた相手ディフェンス陣をに追い打ちをかけるみたいな感じやね。クリスチャーノ・ロナウドがマンチェスターシティ移籍報道が出たけど、ユナイテッドに電撃復帰ね。ユナイテッドだったね。おかえりロナウドってツイートしてた、ね、コメント全部は拾わ全部、まあ確かにチャンネル登録してる方だけに限らせていただいてるので、コメント欄もね、とても平和で素敵なコメントに溢れているので拾えますけれども、全部は拾わないよ。リスペクトがないコメントは拾わないですからね。まあ、読んじゃう時もあるけど。マクシュート、久保くんできるけど、スピード重視で狙って、なるほどね。FC 東京時代はマクシュートでバー当ててたと。チャンピオンズリーグの組み合わせ決まりましたね。南のリバプールは死の組み合わせ。あ、そうなんだ。そう、組み合わせ抽選会ね、やってるなって思いながら、それを BGM にお布団で聞きながら眠りましたね。だから結果、ちょっとなんか、抽選をさ、引くまでが長くてさ、結果、どこのチームがどのグループに入ったか何も知らないまま、起きてからもチェックしてない。チャンネル登録したらコメントできる。そうなんです。チャンネル登録したらコメントできるようになっております。今日は、まあ大体、いつもそうですけど、5分、
チャンネル登録して5分経つとコメントが打てるような仕様になってると思いますね。多分チャンネル登録して最速タイで打てるように5分になってます。うん、やっぱね、ちょっとまあこの時間金曜日の深夜3時なので見れるっちゃ見れるけど、深っていうね、深夜の時間なので、あの起きられる方しかいないですけど、いい時間帯とか土日の夜9時とかキックオフ、スペインデイゲーム夜9時のキックオフとかの試合になると、やっぱね、お若い子供ちゃんとかも見に来てくれてコメント欄荒れたりしますけど、この時間帯はね、起きてられる人しかいないからまだ平和で良いですね。そういう機能があるんですね。そうそうそう、まあ、ちょっと前からあの YouTube くんについた機能なんですけど、桜子はもうほんとつい最近ですね、今週とか先週とかぐらいから使えるようになって、ね、まあ朝カフェの雑談配信とかしてるんですけど、朝のカフェとかは別にそういう機能つけてなくて誰でもコメントできるようになってるんだけど、こういうあのサッカーの試合とか、あと何かな、あとコスプレのバニーの配信の時とかは、登録後にコメントができるようにしてますね。ちょっとでもね、治安が良くなるように、うん、しております。はい。今めっちゃ平和だけど、荒れる時あるのあるの。この時間は大丈夫。けどそう、土日のいい時間帯とか、お昼のとかね、みんなが見やすい時はやっぱり子供ちゃんも見れるからね、起きてるからね。ロナウドはパリ移籍報道も出てたけど行ってほしかった。メッシと同じチームである。メッシとロナウドね、同じチームでプレーするのやっぱ見てみたいよね、一回はね。今じゃないのかな、いつかあるかもしれないけど今じゃないのかもね。前半の久保パス成功率 90%、 キーパスに素晴らしい。プレミアとか見ない、プレミア、リバプールはね、南野くんの試合はよく見てましたけど、プレミアどこ見ようかな、面白い試合は見たいよね、プレミアは好きだからな。この試合終わったら2週間以上マジョルカの試合ないから辛いけど、日本代表の試合が、そうなのね、代表ウィークになっちゃうからリーグも止まっちゃうけど、代表は楽しみだな、代表嬉しいな、代表楽しみだな、見ようね、代表戦見ようね。ここのチャンネルいつもなご、ありがとう、なごんでってくださいまし。ほんまる、ユナイテッド見よっか、ロナウド。ムバッペね、どうなるんだろう。ムバッペ行ってほしいですけどね、パリ。パリ、どうせならやっぱ、モンスターチームになってほしいけど、パリ・サンジェルマンは。後半から見るぞ。あーめ猫さん、こんまるー。後半から見よう。竹下ちょ、前半でイエローカード1枚もらっちゃったんで、早めに交代されちゃうかもしれないですけど、見よう。神戸の試合が面白いです。さすが。やっぱりあれだけ。
タレントを読んだら試合面白くなる神戸桜子も神戸といえば菊池龍穂ですね。菊池龍穂が見たいね。大崎レオくんも好きなんですけどね、最近試合出れてないから。うん、代表では先輩たちに監督によると思うけど一歩譲るかな。うん、竹のゴール見たい。見たいねー、竹さんゴールしてくれへんかな。アシストでもいいな。メッシとロナウドが同じチームも見てみたい。ねえ、ロナウド、パリには行かなかったけど、またね、同じチーム、見たいし、せめて同じリーグでも見たいよね。同じリーグも見たいね。菊池のレーズンパンは見た目で損してるのでゴールパフォーマンス好きです。レーズンパンって何レーズンパンって何のことやろ。気になるな。ゴールパフォーマンス何やったっけ。こないだなんか芸人さんの真似をしてたんだっけ。昨夜その元の芸人さんのネタを知らなくて、なんか可愛いことやってんな可愛いことやってんなって見てたけど、いやゴールね、セットプレーとかしてかチャンスないと思うけど、ゴールできてよかったね。可愛かったね。こんばんは。ねえ、結果出してほしいね。チャンスは何度もあるからゴール。ね、見たいですね。さあ、選手が準備してますね。もうすぐピッチに入ってくるという。ちょっと竹房はどこにいるか、画面には映ってないですけど。試合見ながらこの配信、あ、そう、そうだ。もう、デバイスによってはね、二窓できなくて、ダゾーンさん開いてたら YouTube 開けないから、配信一緒に見れないみたいなのあるかもしれない。ありがとうございます、ハーフタイム中に。遊びに来てくださって、また試合終わったら合流しましょう。最終予選アウェイがダゾンでしか放送されんから登録して、初めて桜子と同時にマジョルカの試合見て、あ、ありがとう。今ね、9月の何日までだったかな、ダゾンさんがだいたい半額ぐらいかね、980円ですか。うん、月額、我々は1900円ぐらいで見てるのかしらね。なんですけど、その、ダゾンさん5周年記念のキャンペーンを今やってまして、9月の7日ぐらいだったかな、までに契約すると、半年間、6ヶ月間、980円で、ダゾン見られるということなので、もしね、契約迷ってる方がいらっしゃったら、そのキャンペーン中にね、ぜひ入られるとだいぶお得になるかと思いますので、おすすめです。ダゾンさんの回し物では全くございませんすごい愛してるけど、ダゾンさんのことはものすごく愛してるけど、何にも何の回し物でもないですね。前回の M1 グランプに出た芸人さん、え、嘘、 M1 見てたけどな。初見です。急いでチャンネル登録してコメントできるので、あ、しおさんありがとうございます。さあ、後半キックオフですね。よかったらゆっくりしていってください。嬉しいです、コメントいただきまして。古橋が抜けた今、チーム内得点ランキング1位の菊池、ははは、マジでまあ今だけやと思うけど、面白いな。ヌカクとロナウドいないセリエはだいぶ魅力下がった。なるほどね。
そうなっちゃうよね。またね、そのネームバリューのある選手を呼んでこないと。現地の人はね、もちろんセリエ見ると思うけど、こうやって遠い国から見ている我々とかはね、その注目選手いないってなると見る機会も減っちゃうからね。ダゾーンはヨーロッパのワールドカップ予選も放送してくれるから助かります、助かります。そうだよ、外のワールドカップ予選も見せてくれる。うん、後ほど。ダゾーン5周年らしいです。もうびっくりやんね。え、5年も経つの？ダゾーンが日本に来てから。日本に来たのってダゾーンができたのと同じタイミングなのかな。ダゾーンジャパンさんはいつから、まあ、5年前からなんだけど、ダゾーン自体は何年前からあるんだろう。ダゾーンできたのと日本に来たのって同じタイミングなのか分かんない。そう、ダゾーンさんが日本に来て5年ですよ。もう5年よ。え、5年前から J リーグってテレビでやってなかったの。ルッソに代わってセドラルが入りました。ありがとう。ルッソね、そう、桜、まあ、5番つけてるけど、2年前にはいなかった選手だから、うん、あまり知らないけど、なんだろうね、センターバックを後半の頭から変えるってなんだろうね。au ユーザーだと3ヶ月無料。あ、そうなんだ。桜子 au だけど、au 払いにしてないから、そんなんなかったかな、分からへんの、忘れちゃったな。もはや。ダゾーンはサッカー好きなら契約して損はないと思うんだぞ。損はないと思うんだぞ。エスパニョールって中国の選手いたっけ？スタメンにはいないのかな？ベンチにも中国の国旗が見えないからいないのかな？かつていた。おはよう。マジョルカ胸スポンサー見つか、そう、日本の企業さんで文房具作ってらっしゃる、シャーペンとか作ってらっしゃる企業さんらしいので、ぜひね。あ、大丈夫、お手手大丈夫か、竹田さん。そう、なのでマジョルカモデルが販売されたら買いましょう。楽しみだね、竹房モデル。え、CM とかやってるのかな。 CM やってんのやったら絶対竹房出るよな。ダゾーンに入社したい。桜子友達もね、だ、あのサッカーバカがいるんですけど。あーは、そう、うん、ダゾーンさんのに就活しに、ダゾンさん好きだから、サッカーバカだから、ダゾンさん好きだから、入社しようと思ってね、その面接とか行ってたんですけど、最終面接まで行ったんですけど落ちちゃったんね。最終的には、まあ、今は分かんないよ、今は分かんないけど、当時は最終的にやっぱり英語できんとあかんってなって落とされちゃったみたいですね。うん、まあどっか、あと、あのデザイン部門だったら、別の子が言ってたけど、デザイン部門だったら英語できなくてもあのダゾン入れるっていう噂もありましたね。まあ今は分かんないですね。当時は英語できないという理由で最終面接で落とされてしまったと。ぜひ桜子のチャンネルのリスナーさんから、ダゾーンに入社する人が現れてほしいですね。ほんで桜子と何かコラボが叶えられますように。
ス結局移籍するのかするんじゃない？どうだろうね。わからん。しないか。しないな、しない。するんじゃない？でも、わかんないけどね。ACL も見れる。ダゾーンだったら ACL も見れる。さあ、マジョルカのフリーキックですね。E1。セビージャ・ホイタンと竹内。A1。置いたんかな？置いたんかな？これ、あ、置いたんだね、右足。あ、なんだなんだ。ちょっとゴール前、倒れてる選手がいますが、これ直接ワンバウンドでキーパーキャッチと。ダゾーンはコパアメリカに日本代表出るときに、課金者数ものすごく増えてた。コパアメリカ。なおね。なんか、代表戦じゃないわ。ワールドカップ予選も、その、あのなんか、記事の出方がなんか面白かったけど、日本代表戦アウェイの試合は地上波放送しま、地上波放送なし、みたいな。トピックの記事になってて、うんうんうん、いいよいいよいいよ、パス繋いで竹、おあいんちゃん、おう、なってて、日本代表戦アウェイの試合見られんの？ホーム戦しか見れない、マジで？ってみんな不安になって記事見てみたら、アウェイはダゾーンさんで放送しますっていう、ホームゲームは地上波するけどアウェイはダゾーンさんですという記事だったというね。まあでも普通に地上波だけで代表戦見てるタイプの人は見れなくなっちゃうってことだもんね。こう我々さ、ダゾン入ってるのがこう日常だからさ、あそうなんぐらい、ちょっと書き方不安を煽るやん、あやたら不安煽るやんって思うぐらいやけど、普通に日本代表戦を地上波で見てる代表ファンとかは見れなくなっちゃう、見れる数ね、半減しちゃうんだもんね。冨安は噂だと冬移籍が濃厚。なるほどね。囲まれてるのにチャンスにできる。ムブラ左きつい。そうなんかな。そのムブラくん、前節はね、初戦は右で、ブイブイ言わせてたけど、左はやっぱやりにくいのかな。そう、ムブラくんが、もともとどっちサイドの選手なのかな。何が得意なのかはもうあんま分かってない。フィジカル強くて、足速くて、ええ選手やなって思ってはいるけど。おはまるー、マジョルカいいよ。久保とニーニョ連携すごいね。結構パス細かくつなぐよね。今日の久保はボールパッチはパッチボールパッチボールタッチは少ないけど、少ないからこそ精度がいいね。おはまるー。結構ミス良い、アシストミスい。エスパニョールの監督についてはもう触れましたか？そう、2年前のね、マジョルカの監督で、お礼参り中ですね。お礼参り、お礼参りじゃない。ま、マジョルカダービーですね。嬉しいね。タケの寝癖みたいなやつ、アニメの主人公か。寝癖ついてる？あれ？寝癖ついてる？髪の毛ピョンってなってる。こんばんはマジョルカ勝ちそうですよ、このままだったら。もうイエローカード、てってれー。エスパニョールの選手に12番
ギルにイエローカードですね。お、連続連続。え、なになに？なんか言うたんかな？プレイ始まってないのにイエローカード出たな。なんだ？え？すごいブーイング。え、誰誰？あ、監督そう、さっきちょうどね、噂じゃない、話題に上がりました。エスパニョ、うわわ、あ、こ、そりゃあかん、そんなバレーボールみたいなことじゃん。はーん、エスパニョールの監督が2年前のマジョルカの監督で、モレーの監督なんですけど、そのモレーの監督にも今イエローカード出ましたね。なんか、あれ、なんか荒れた、なんか一瞬荒れたな。ムブラ左の方が向いてる？日本人の時は日本人だとアナウンスするけど、他の選手もどこの国か言ってほしい。なるほどね。確かにね。今日の守備は見ていて安心感ある。裏抜けにも期待できる。タケのプレーを観客が楽しんでる。うん。もうめちゃめちゃ好きやと思うで、そのマジョルカの。サポーター、竹内さんのこと。ダニはやっぱり安定しててよき、よき。バリカンでライン入れてちょい悪セビオじゃん。おしゃれよね。置いたん本当におしゃれやな。あの、マジョルカでも、こう、その、まあ、長くね、チームにいるし、サポーターからの信頼や、人気も高いから、結構、広報活動に、おいたんは、出てきてくれるから、VTR、映像とかね。おいたん出てきたりしますよね。そう、おしゃれさんでしたわ。いいね。短い髪でバリカンでラインを入れるっていうの、いいですね。あー！ぶない！私服もおしゃれやと思うな。私服かどうかわからんけど、その、ユニフォーム以外を着てそうやって映像出てる時ありましたけど、おしゃれさんでしたね、やっぱり。もう今東京リベンジャーズで頭犯されてもうてるから、髪のラインってがおしゃれって言われて、うわあ、しー、つながっとけばねー、ビッグチャンスでしたねー。竹房からムブラ君へのパスがカットされちゃいましたけど、フリーのムブラ君ね、つながってたらチャンスでしたねー。そうって言われたら、当番やったら8回かなとかってなっちゃうね。今日初見なんですけど、選手の左上の赤い矢印は何ですか？画面に出てる選手は、スターティングメンバーの選手になります。で、赤い矢印は交代しましたという印になりますね。で、今は出場してない。っていう感じですね。代わりの選手が出てます。ありがとうございます。初見でコメントいただきまして嬉しいです。ありがとう。久保は今のチームの戦術に合わせているのか。おい、オムブラ君、あれ、オフサイド。それでも焦りは見られず、いざという時にプレイできる自信があるみたいに、あまり上がらない。なるほどね。ムブラ君ポジショニングが悪い。頑張れムブラ君。ラウル・デ・トマスの男性ホルモン感。ラウル・デ・トマス。おや？さあ60分マジョルカ選手交代かな。あ、ムブラ君交代。今日ちょっとあかんかったな。
うーん、左やりづらそうだね。確かにね。右の方がいいかもな。右ムブラのがいいかもな。うん。マジョルカにひよってるやつ。あ、エスパニョール側。前監督率いるエスパニョールにひよってるやついる？いねえよな。いや、あそこテンプレ、マイキーくんのセリフテンプレでいっぱい各所で使用されててめちゃくちゃ嬉しいですね。いいセリフだしね。なんかキャッチーで。あかーん、危ない危ない危ない、フリーだ。うっしゃー、よかった。シュート吹かしてくださいましてよかったですね。エスパニョールのチャンスシーンでした、ゴール前。監督はどうにかしてムブラとダニ、久保を共存させたい。厳しそう。いや、そうだろうね。ムブラ君と竹久とダニ・ロドリゲス、全員ね、うまく機能したら強い2列目になると思うから。なかなかね、それで、試してる段階かもね。前節は竹久左でムブラ君右で、今日は反対でだから。で、まあ、竹内さん左なんちゃうかな、次は。もう、ブラ君右のが良かったねってなるか。か、一緒には使わんとこかになるのか、わかんないけどね。エスパニョールミスキックが多いのが、かわいそう。はい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 。こりゃ、ゴールキックかな？コーナーキックかな？スペインはマスクして感染してますね。国によってマスクなし。あー、まあでもワクチン行き渡ってるってことなんじゃない？うん。わかんないけどね。焦りがね、見えます。お、どうしたどうした？選手交代。嘘？マジで？レイナさん？レイナさん、ちょっと左足の膝裏を押さえながら、ふくらはぎとかかな、倒れてまして、主審が多分、治療のスタッフを呼びましたけど、ふくらはぎ痛そうにして大丈夫かな？時間稼ぎだったらいいんですけど、レイナさん負傷とかあったら相当辛いよな。この隙に、監督はダニ・ロドリゲスにちょっと指示出してましたね。俺のレイナが、俺たちのレイナがちょっと足痛そうにしてます。レイナはベテランだから流れあっちに向いてたら時間空けようとしてる。うん、時間稼ぎかなとは、ちょっと思う。けど、じゃなかったら心配だよね。でもなんか時間稼ぎするにしてもさ、なんか、プレイのさ、流れで、あ、今、負傷したねで分かりやすいところやったらいいけど、なんでもないところで、だからちょっとそこが、心配ではあるけどね。まあ時間を使ったのかな。いや、ハムじゃない、ミートグッバイの場所ではなかったか。膝裏とかふくらはぎ付近です。ふくらはぎ付近です。イングランドはノーマスクなんだ。あ、そっか、結構イングランドめちゃめちゃお客さんぎゅ、入ってるよね、確かに。
エアサロンパスの最強。ふくらはぎの上の方だとね、触ってるところは。まあ、でも、大丈夫なのかね。プレイは続行してますね。スコットランドもぎゅうぎゅうなんだ。控えのゴールキーパー、ドミニク・グレイフは2メートル。ええー、おっきい。レイナ、本当に元カノの名前で。いるでしょう、そりゃ。フェイタスか、エアサロンパスか。あ、え？商品名なの？あ、商品名か、サロンパスって。なんか、そういう機能の総称のことを言ってんのかと思った。商品、固有名詞だったの。何使ってるんだろうね、スペインはね。いやー、日本の医薬品って多分、濃度薄いというか、その優しめに作ってあるから、海外のやつの方が強くて効くのかもしれないね。その肌荒れたりとかしちゃうかもしれないけど。あ、セビジャオイタン交代しますね。オイタンお疲れ。お疲れ。うわー、めちゃめちゃ大拍手喝采。うわー、すごい。すごい拍手喝采。会場みんなから、おいたんの愛され具合が半端ない、ね。おいたんお疲れー。いいね。ニーニョと久保の相性はどんどん良くないねえ、ほんとに。タケスやっぱ前線の選手とコンビネーション取ろうとしてる感じがすごいあります。うわー、なんか痛そうな倒れ方したな。セビージャいくつだろう？いくつって言ってたっけな。おいたん 36?38?8 とかかな。おいたんさっきすごい勢いでプレスバックに戻ってて心打たれた。おいたん、おいたん交代前でも全力疾走。4番もいい選手、マジョルカ強くなったと嬉しいですね。交代で入ってきた選手もいい選手と。4番はいいよ。おいつけよ。ライズくんね。ライズくんね。前でも出てたもんね。前節はスタメンだったよね。はい。ガラレッタ。セビージャと久保の仲が深まって泣きそうだった。前やっぱそう、全くパス出してくれなかったからね。で、その、今シーズン、竹内さん帰ってきて、バンバンおいたんからパス来るところを見ると、まあ、おいたんが竹内さんが見えてなかったからパス出さなかったわけじゃなくて、2年前ね。見えてたけど、出さなかったっていう。そう。竹房には、竹房は見えてたけど、パスは出さなかったっていうことが判明して、まあ、ちょっとその切なさはあるけど、だからこそ、今年いっぱいパス来て嬉しいよね。わーん！アメリカの痛み止めとか強烈で骨折、肋骨かな？折った時に飲んだら、飲み薬。嘘みたいに痛み消えました。薬が切れた時の反動もすごいよね。アメリカはやっぱりお薬、市販のお薬強いよね。日本のに比べたら。サプリとかもあえてアメリカの企業さんから買う人も
多い成分がね多く入ってるから。桜子もちょっとあの美容のサプリとかアメリカのやつ買いたいなってちょっと思ってるけど、まだ買えてないですね自分の体に合うかまあ分からんからな。遅延でカード置いた37でしたと。マジョルカでの展開は漫画みたいと。日本と縁のあるクラブマジョルカ、久保の移籍前元チームメイトがメッセージ送ったっていう報道があって、フェバスもその一人だけど、今試合あんま出れてなくてかわいそうだから。そうだね、前はなんか途中で出てきたね、前節は後半の最後の方出てきてフェバスってなったけど、出てほしいよね。こんまるおはまるなんよ。さあ、71分となりました。1対0をマジョルカ先制しております。竹房はスタメン出場で、現在もプレイ中。前半にイエローカード1枚。うわー、すごいは、オリバー今の上がりすごかったね。23番。交代で入った子か。え ?23 番なんて存在してない誰と間違えたんだろう。すごい上がりが素晴らしかった。あ、こっちか。選手、ああ。あ、エンディアイエくんね。エンディアイエ、ムブラくんと変わった選手、すごい、めちゃめちゃ、斜めに上がってきててよかったですね。スペインサッカーでの信頼の得方について、日本ではクラシコよりも視聴されるマジョルカってダゾンがランキング、うん、あの日本だけか、日本で一番見られてるのはやっぱ竹房の試合ですよね、ダゾンさんだとね。マジョルカ公式配信、あ、マジョルカの公式配信、YouTube の方でも試合やってくれてるのかな?なんか今年から、今シーズンからね、マジョルカ YouTube でも試合流してくれてるから。だからダゾーン入ってなくても、試合見れるのかしら?うん。4番うまい。うん。そう。今日はルッソくんだったけどね。前節は4番。スタメンだったからね。公式配信ベンチだけだった?前の試合は。あ、そうなの。ベンチだけ映すみたいな。うわぁ。なるほどね。面白いね。ベンチだけ配信もいいかも。竹下スタメンじゃなかったらそっちも見ようね。元バルサ。元バルサなの?アレイシビダル。公式はベンチをずっと見れる配信。うわー、面白いね。ベンチずっと見れる配信面白いね。マフェをアンバリパスしてくれ。あ、ホームだから。まあ、ホームね。ホーム強いでおなじみだけど。サッカー自体が変わってます、だいぶ。うん。竹下が前いた頃に比べたね。にゃーいんちゃいますかー。ファールだねー。ダニ・ロドリゲスが飛ばされてる。すごいブーイングだ。うちのエースに何してくれとんじゃーいっていうブーイングがすごいですね、会場から。竹下よかったね。ここで相手の選手を止めれたから、ダニロ・ロドリゲスが
ボール取りに行けたんだけども、そこでファールね、取れるというね。やんのか、やんのか、おーやんのかってなってんね。よーさ、ここからファール、マジョルカボール。ニーニョ、タケウサ、ダニロドリゲス、うわー、奪われてスパニョルボール。うん、一体戻して、1年前のアトレティコ戦でベンチ打つベンチ映像の角度的に竹内さんのキレキレドリブルが映っててすごかった。あ、そうなの？あ、ベンチ映してるけど、そのカメラの、ベンチとカメラの間に入ってきたら、見れるんや、試合の、とか選手も。自転車マジョルカスポンサーの自転車。こんばんは、竹内さん、いい感じです。あー、ワンツー苦手。なるほどね、そうかもね。うん、マジでボールポゼッションボールポゼッション 50-50 ですけど、 50%50%、 こんな、え、77分で77分経過してボールポゼッション 50%50% は初めて見たな。完全に半々なんですね。うん、惜しいね、スパニョル。うん。さあ、キワキワね。キワキワ狙っていきましたけど。公式の放送、日本人のコメントしかない。ほとんどの人、ほとんどが日本人見てるってことか。面白いね。何はもっとシンプルに久保使えばいいのにって場面多いけど、活躍してるからいい。まあそうですね。だから、人を使わず自ら行くからこそ、エースストライカーなんでしょうね。シュートは打ってないかもな、竹内さん。うん。アシスト未遂はありましたけどね。そろそろ下がっちゃうかもね。まもなく80分ですね。エスパニョールこれでリーガ2部で1位。うん、すごいよね。一緒に上がってきた、リーガの2部から一緒に上がってきたチームってことだね。まあだから昨シーズンもよくた、おーおーおー、どうした、イエロー、よく戦ってるチーム同士ということではありますね。ピッピーイエロー、誰だ、なんだ、ハンドか、なんだ、な、わからん、何でイエロー。久保はボールパタッチが少ないけど、ここぞって時に可能性あるパス出してビルドアップさせた。今は中盤に下がってボール拾ってつなげる方の守備に徹してる。そうだね、守備の時間が増えたね。あーう、いいクロス、エスパニオール。去年2部で切磋琢磨し合ってギリ優勝を持ってかれ、今年同時昇格昇進のエスパ。実力的に互角か少し上と思われた相手をここまで押し込んでいるマジョルカの実力向上は本物み、そういうことですね。そう、ホームのパワーも結構あるかも。マジョルカホーム強いからね。エスパニョールのコーナーキック左サイドから。さあ、後半の80分となりました。うん、しっかり守りたいセットプレイ。よいしょ、センタークリアボール、つなげられるか、
と流れて、うぃー、キーパーまで戻ってエスパニョルボール。安心したいから点が欲しい。そうだね、あと1点ね、取りたい。うぃー、いんちゃいますか。ここでボール奪って、ニーニョ、ニーニョ上がってくる。選手は掴んだ。ニーニョ、右サイドの竹房、竹内さん、シュート！はーん！ナイス！ナイス、ナイス、ナイス！素晴らしい、とても美しい左足でした。お客さんも嬉しそうですね。タケイ！タケイ！ナイスシュート、タケイ！いいよ。シュートこそ空いてたかね。よかったね、ミドル。強いボール。美しい！ゴールの上でしたけどね。これは全然入ってもおかしくない、いいシュートでしたね。久保がここから2点決める。決めてほしい、マジで。うん。監督たちイエローマン。両チームともにイエローマン。エスパニョールの22番、バルサにいたアレイシ・ビダル。あ、そうらしい。元バルサって言ってた、さっき。いいシュートでしたね。得意の角度。そうだね。やっぱ、ちょい右寄りの左足でうまくね、角度つけられる場所とか得意ですね。ただ、もうちょっと近いところのがいいのかもね。お客さんみんな頭抱えてた。そう、ニーニョね、竹房にし、竹房にしか出さんという意思を感じたな。周り出せるタイミングあったもんね。周り、他の味方に出せるタイミングあったけど、わざわざ一回転して竹房に出したの。停停！ちょっと待って、停停！やばい！ちょっとニーニョの竹房への執着がすごい。桜子の中で今めちゃめちゃ高まっている。てーてー、ニーニョ、ニーニョいいよ、ニーニョ。あれ、なんでババ、なぜ、なんで、なぜババ。竹のシュートのせいの可能性見せた。ねえ、ほんとシュートめちゃめちゃ上手ですね。やっぱキックが綺麗。めっちゃ上手だわ。誰かを立てる竹房より、俺が決める竹房がいい。ね、あー、竹房下がっちゃうかもな。マジョルカが2枚交代を、選手を準備してますね。アブドンもいたかな？ね、アブドン来るね。ワンチャン久保決める、決めてほしいよな。もう少し回転かかって、落ちていったら入ってたよね。入ってたかも。嫌だな。アマト？アマトもいいよね。ニーニョ目線だとまだ職場に知り合いですか。確かに。ニーニョ、もう竹房しか知らんか。唯一の知り合い竹房だけかな。ね、もともとビジャレアルで一緒やったのよ。あれ違う、ヘタフェで一緒だったの？ん？竹房が誘ったんかな、ニーニョ。わからんけど。うぃやーん、危ない、危ない。だいぶ転がるやん。試合前にお腹空いてか。ババのフィルターが完璧。ミス用紙でも、あ、オッケー。85分の交代ですね。あ、ニーニョくんも一緒に、はい。一緒に出るんだったらいいです。一緒に出るんだったらもういいと思います。タケお疲れ！タケさんお疲れ！ナイス！イエローあったけどね、時間パンパンまで使ってくれましたね。タケさんお疲れい！そして、遠いところから出ていく。どうしたの？何の顔それ。
うん、何の顔それ。どうした、どうした、出ていいんだよ。君だよ。どうした、何何、違うの、君だよ。竹うさじゃないの、竹うさだよ。竹うさは出たよっつって、僕出たよっつっていう、あ、だから入れていいよっていうことだったのかな。わかんない、なんかちょっと交代スムーズじゃなかったね。なんだったんだろうね。次は代表だね。そう、もうすぐ移動、すぐ移動なんかな、明日かな、すぐ移動かもしれん、もしかしたらね。今日早く上がってスーツケースに荷物もう詰めてるんちゃう。タケスターだったらもうすでに荷物作ってそうだけどね。得点絡みこそなかったけどね。そうだね、あとはアブドンに任せましょう。セビージャオイタンの時、まあ、セビージャオイタン、オイタンとは比べられへんじゃん、他の選手は。オイタンが特別なんて、あ、竹さんまたユニフォーム誰かにあげたのかね。そう、前節ね、前節そのスタンドから竹って声かけられた子供ちゃんにユニフォーム脱いであげてたけど、でもなんか相手チームのサポーターの男の子だったのね、あげたの。だからなんか戸惑ってたっていう話やけど。まあ実際に生で見たら竹房のファンになってもうたということなんでしょう。素敵ですね。カメラ抜き。確かに。まあ前節そのね、そのエピソードがあったけどカメラ抜かれませんでしたが、今回は退場していく竹房を、もうピッチの外にいて歩いてる竹房をわざわざカメラが追ってくれました。嬉しいですね。オマン戦はパナスタですね。楽しみだね。クボニーニョライン良かった。本当に。ニーニョ、クボニーニョ。いいわ。テーテーだわ。一緒に使ってほしいわ。チームとしては決めてほしいけど、クボが交代したら天気面でほしい。活躍しないでほしいという。うん、まあまあまあ、それでも竹内さんへの信頼度合いは変わらないんじゃないかな。お疲れ竹内、ベンチに戻っても、ま、なおこんなにカメラに映させる。あ、さっきのね、ニーニョがもう一周回って竹内さん探したシーンですね。そして竹内さんシュートシーンか、そっか。はい。素晴らしい素敵なシュートでした。ああ、うわあ、子供にあげた。これあれ、恒例になるんじゃない、竹房。竹房、ピッチの反対側から出て、スタンドの子供にユニフォームあげるの、恒例になるんじゃない。もしね、その予約入ってなかったら、相手チームから、竹房、ユニフォーム終わったら交換しようって言われてなかったら、なユニフォームの交換ってなんか予約制らしいやん。予約制っていうか、まあ、事前になんか打ち合わせしてて交換しようって言われてるとかなんとかって聞くから、それなかったらあげちゃうのかもね。いいね、あれを毎回恒例にしてほしいですね。竹房の交代後ユニフォームあげるパフォーマンスとして、うん、毎回言われる。いや、毎回言われると思うね、ユニフォームくれは。あのキッズたちも分かってて竹内さん待ちしてたと思うしね。竹内さんファンサービス、人柄でね、なんかたまにどう、おアディショナル、あ、5分もある。さあ、90分経過しまして、後半のアディショナルタイムは5分ですね。5分守りきろう。勝ち点3取って、リーガ1位を継続しよう。たまにね、なんか、SNS とかで、ファンサービスの映像とか流れてくるけど、うおー、いい
ね、いいクロスでしたね。流れてくるけど、ファンサイいいよね。ま、上限枚数超えたらユニフォーム自腹。あ、そうなんだ。枚数決まってるんだ。その1シーズンに提供される枚数とか。強化と暫定だけどマジョルカ首位。そうなんです。今も首位なのかな。去年ベティス戦でゴール決めた時の試合後、バルサ時代の同僚にユニフォームあげてたけど、周りのファンが久保連呼してたの思い出な。そうそう、もう、あ、交換するって決めてたんでしょうね。久保2回インシュート打てたし精度上がってていいねと。久保ボールダッシュ8回で試合で試合1位。おお、すごい。パス成功率 82% で試合1位。すごい。そう、桜子も竹内さんっつって言ったらユニフォームくれるかな。欲しいね。竹内さん試合で着てた生脱ぎユニフォーム欲しいね。エスパニョールのいい位置からのスローインですね。右サイド。いや、欲しいね。現地まで行ったらくれるかな。でも桜子も子供ちゃんが竹って言ってるたら、そっち子供ちゃん見上げてほしいなって思っちゃうな。言うん、それを押しのけてもらいにはいかれへんな。徳良が自腹だって言ってた。あ、そうなんだ。J リーグだとユニフォーム自腹らしいけど、リーガーし、あー、うん。海外リーグならありそうだけどね。J リーグの自腹も、ま、チームによってかもしれないしね。あら、時間をお稼ぎになられているのかな？ペドリがリーガー一部で初めて交換したのが久保だから、久保のユニフォーム。ペドリね、竹内さん好きだもんね。てーてーよな、そこもいいよな。牧野が試合前にユニフォームに香水つけまくるって言ってた。まあ、牧野だったらそういうの気にしそうだもんね。ちょっと変態感あります。いやー、ちょっと、ユニフォーム欲しいなー。試合で来てたの欲しいね。マジョルカ暫定首位の順位表魚に酒のよ飲めるね。開幕のエルチェ戦、タケの交代がもう少し早かったら、失点防いで 1-0 で勝ってた可能性も。そしたら、3連勝。確かに。エルチェもね、勝てた試合だったからね。うわわわ、マジで？マジで？いける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 。エリア内で倒れたけど、レッド。え？ P？ セルジゴメスにレッドカードだ。P？ P？ P ではない。ドグソ？ドグソ？わわわわわ。ドグソ？アマトくん、アマトくんが、抜け出して、ほんと、もう、キーパーと1対1まで、という、めちゃめちゃ、チャンスシーンだったんですけど、セルジ・ゴンメス、後ろから、足を蹴って、レッドカードなんですが、ドグソ？外かな？アマト、バタグリア、ダニ、ケバブ屋っぽいの。ケバブ屋っぽい。竹内がベルナーベウでゴールしてゴールソング流れるシーンを見たい。見たいね。踏んだところだからドグソでフリーキック。外、外かな？エリア、
転がったのはペナルティエリア内だけど、蹴られたのは外だったからね。そこからフリーキックと。セルジゴメス、先制点のアシストして、ああ、そうだったね。あれセルジゴメスか。シュートを弾いたのは。ファールは外だと。うん、さあ、このフリーキックから壁当たってキープしたい。キープしたい。うん、これも倒されてファールと。うん、もっといい位置でフリーキックになるかな。そう、レッドカードで1人少なくなりましたね、エスパニョールは。レッドね、もったいなかったね。でもまあ、2失点は、の方がよろしくないのかな？どうなんだろうね。レッドカードで次節出場停止と 2-0 で負け、アウェイ負けはどっちの方が辛いんだろうな。謎を見てる人はドグソを理解してる人ね。ドグソ、あ、ジャッジリプレイでドグソめちゃめちゃ出てきますかね。桜子もでも、その、5つぐらいあるっけ、ドグソの定義って。しっかりは覚えてないな。あら、イエローカード。カード出まくりですね。もう5分はね、だいぶ経過して97分になってますけども、まあ、そのドグソのシーンもあったり、カードも出たりなんだりで、試合は続いてるけど、お、試合中、ちょっと待って。リプレイ中に試合終わったやん。リプレイ、コーナーキックかどうかみたいなリプレイ流れてる時に試合終了したやん。アブドン、久保が取った PK を外した記憶、あ、あれ蹴ったのアブドンだったっけ。去年のマジョルカ結構 PK もらってた。うん、PK 取るの上手でしたね。去年、あ、去年もそうなんだ。一昨年もそうだったね。ドグソの条件4つか。うん。アマとダニ、久保で見たい。おっと、ダニ・ロドリゲスが、キング・オブ・ザ・マッチですね。本日、勝ちを掴んだゴールを決めましたダニ・ロドリゲスが本日のマン・オブ・ザ・マッチということですね。めでてえな、こりゃめでてえな。ちょっとでも長く竹房が映ってほしい。うわ、ホームで勝利おめでとう。ナイスゲーム、ナイスゲーム。竹房映らなかったな。素晴らしい試合でした。マジョルカ1位を 見ようか、暫定1位を見ようか。うん、確かに PK も与えてたね。 PK も獲得してたし、与えてたし、試合に1試合における PK の数めちゃめちゃ多かった。みんな良かったねー。次はアウェイでビルバオ戦。2週間分ぐらい空くかな。次は代表戦ね。次は代表戦見よう。さあ、マジョルカの暫定1位を見るぜ。ダダーン、キャーキャーキャー、マジョルカ1位よ。すごいな、でも。めちゃくちゃ調子いいやん。第1節引き分けで 2連勝してますから、すごいよね、やっぱ、まあ、ベティス相手にもね、アウェイで引き分けも相当素晴らしかったね。今日はニーニョの日でしたが、アマトもすごい。そうだね、アマトくんもいいよね。そして、タケウさん。帰りー。お
追われる、まさかの追われる立場マジルくん。ね、CL 圏内ですからね、今や、今はもう。勝ち点なんぼあってもいいね。勝ち点なんてなんぼあってもいいですかね。一番前のお客様、エスパニョールさんから、勝ち点の3をいただきました。勝ち点の3、こんなん何ぼあってもええですからね。勝ち点の1か勝ち点の3しかないけどね。2年前はディフェンスラインからパス回せ、そうなのよ。ビルドアップね、パス繋いでできなかったけど素晴らしい。変わるもんじゃな。負けなしがすごい。ほんまそれよな。飯うま。失点1、そう、失点1も素晴らしいね。レスター並みの奇跡。一部昇格からそのままの勢いで優勝しちゃう。来季 CL ってマジ？今のところマジ。1位マジョルカ、2位セビージャ、3位アトレティコマドリード、4位レアルマドリード、5位バルセロナ、6位バレンシアですね。すごいね。引き分け多いね、なんかね。2試合連続引き分けしてるチーム結構中盤にいますけどね。やったぜ！やったぜ！得点王。アトレティコマドリードのコレア。セビージャのラメラ。ビニシウス・ジュニオール。ベンゼマ。ダニ・ロドリゲスは9位ですね。はい。という、飯うま順位表です。うん。そう、ワールドカップの最終予選が、今週、来週から始まりますので、リーグはね、ちょっとお休みになりますね。代表ウィークになります。楽しみすぎる。楽しみすぎる。次だから、あれ、2日やで、2日。2日のオマーン戦。2日のオマーン戦、見ような。で、7日の中国戦やから見ような。サルバ・セビージャが一人で2 実質セビージャ・オイタンがワンツートップになっているのかしら。うん、ワンツーフィニッシュ。ベティス戦の時はライネスいなかったけど、オリンピックの日本対メキシコの時最後の方肩貸してもらって退場してたのが影響で、であ、そうなんだ、怪我が治ってないってことね。ノンカロリーの飯うま。ゴールもね、このチームの雰囲気だった竹下ゴールもね、あるね。旬の競合が見られる。ほんとよ、代表戦は。古橋見れるぞ。旬橋見よ、旬橋。オールドファームってなんだろう。今日から大阪ダービー3連戦。え、ダービー3連戦なのか、その、移動とか、まあ、他のチームとの兼ね合いあって、ACL とかもあって、ダービー3連戦なの。すごいな。うん。久保は今年はチームのために欠けてる。もっと攻めてもいい。そうね。もし今年残留確定どころか EL できたら CL 決めたら、それが久保くんの手柄なら、来季いよいよレアルあると思う。あると思うね。トップ下じゃなくても全然うまく共存できてんね。トップ下はダニ・ロドリゲスの方がいいかもね。怪我してんの？え、怪我したの？マジで？マジョルが一人一人輝いてるから見てて気持ちいい。おら、ワクワクすっぞ。マジョルかっていうのか。ワクワクすっぞ。
セルティック対レンジャーズのダービーオールド、あ、はい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 、そう、あ、明日じゃない、いつだ、そう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 、それも見たいなって思ってたんですよね。オールドファームって言うんだ、そのダービーのこと。うん、明日、今日の夜、セルティックレンジャーズ、あれ見れへんのか、日本で見る術ない、日本で見る術ない、もしかして、あー見られんのか、そうなの、残念だな。龍鳳の1年目を見てきたレノファサポーターとしても早く代表選ばれた、代表来るかな、まあでも、でもどうだな、でもな、センターバックはな、満たされてるからな。ガンバーは前節の流れを引きずらないことを祈る。マジョルカ中堅クラブにやってほしいね。明日の夜8時から、日曜夜8時から。マジョルカ移籍もなんか、どうだろうな、竹さ、でも、情だけでは、所属クラブを決めない気がするな。レアルに変える機会があるんだったら変えちゃうんじゃないかな。いてほしい、ね、マジョルカの光になってほしいけどね。ダゾンであるの？あ、ダゾンで見れるんだ。おお、大谷打つか、古橋決めるか。今日の試合は、今日も大谷ホームランする、打つかなみたい。今日も古橋点決めるかなみたい。なってきたよね、確かに。リアル行くときにピピも一緒に。セルティックは EL 予選2戦合計3人で本戦出場を決めたけど、3点全部古橋さん。すごいなぁ。すごいよなぁ。マジョルカ公式でレイナがインタビュー受けてるから、そこまで怪我いる。ああ、ほんと、うん。まあ、時間稼ぎじゃないかな。マジョルカの公式でインタビュー見れんの？すごない？その、ベンチずっと見せてくれるカメラ。インタビュー見れんの？風来坊で欧州歩き回るのもいい。なるほどね。明日のサンジロワースの試合、三笘出る可能性ある。三笘どうだろうね。チーム馴染めてんのかな、もう。二つのリーグで得点王の古橋、やばい。レナさん無事だと思いますよ。そう。チームのためにお時間作ってくれたんじゃないかな。マジョルカは、次は、なんて言ってたっけ？だいぶ時間空きますけども、どこだったっけな？大丸桜越しかかたんチャンネル。いっそのこと世界中のリーグで得点を総なめ。もう伝説やレジェンドやんな、古橋。そうなってきた。富安、鎌田、鈴木の移籍が気になる。確かに。そ、鎌田もあれの移籍先探してんのかも。移籍期間終わっちゃう。8月いっぱいまで？ビルバオ、あ、次節はビルバオだそうです。よろしくお願いします。マジョルカの強さが本物か一過性か、ビルバオでわかると。ビルバオから
2、3日後にビジャレアル。あ、中2日ですぐにビジャレアル。え、そんなに言ってなんや。はい。じゃあちょっと、レイナさんのインタビューも気になりますが、ちょっとね、仮眠を取らねば、お体を元気な状態で魂ちゃんに返してあげないといけないので、ちょっと休ませていただきます。すんすんすん。明日の1時半からリバプール対チェルシー、うわマジでめっちゃ面白そう。南野くん出てくれたらいいけどね。はい、ビジャレアル相手見る側にも肩に力入る思い入れ強すぎて、甲子園決勝、智弁学園対智弁和歌山、ないことないよな。柴崎9月4日11試合あるけど代表、まあそうじゃない、チームの試合には出ないんじゃない、おそらくね。はい、代表に来てくれるそうなので、ではちょっとエンディングかけ、高評価祭りしましょうか。さあやってまいりました、本日も高評価ポチッとタイム。さあ右サイドから抜け出したサイドバックに合わせてのシュートを決めるのは君だー。高評価ゴールに、ゴールを決めてください。ポチッとなと、ポチッとなと。あ、今見てるみんなが全員押してくれたら100いくぞ。ありがとう、押してくれて。高評価祭りだ、わっしょいわっしょい。高評価祭りだ、わっしょいわっしょい。100いってほしい。100いってほしい。お願いします。いいよ。100いってほしい。うん。ありがとう。ありがとう。言ってくれてありがとうございます。わっしょいわっしょい。高評価祭りだ、わっしょいわっしょい。まあね、なんで高評価押してほしいかっていうのをなかなか YouTube 見てる時にいろんなチャンネルで高評価よろしくお願いしますって言ってると思うけど、なぜって思ってると思うんですが、まあ、高評価ボタンを押してもらえると YouTube くんが、あの子の、あ、このチャンネル、この配信はみんなが注目してて楽しいなって思っている良い配信なんだなと、良い動画なんだなって YouTube くんに気づいてもらえるんですね。ってなると、じゃあもっとたくさんの人にも楽しんでもらおうってなって、いろんな人のねトップページとかに出てきたりするんですよ。皆さんも YouTube 見てて、あのチャンネル登録してない配信とかがポンってトップにね出てくることあると思うんだけど、関連動画とかでおすすめですよって出てくると思う。でおすすめに出やすくなって、まだ桜子のこと知らない方にもね気づいてもらえるきっかけになるので、ぜひ高評価ボタンお忘れなく毎度押していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ
ありがとう、今押してくださった、ありがとう。それではまた次回の配信でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね、おつまる。